アーネスト・キング、アーネスト・ジョゼフ・キング、エルネスト・ヨゼフ・キング、1878年11月23日から1956年6月25日は、アメリカ海軍の軍人、元帥、オハイオ州ロレイン生まれ、第二次世界大戦中は、海軍征服軍人のトップである、合衆国艦隊司令長官兼海軍、作戦部長として戦略指導を行い、 太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツの直属上官だった。キングは1878年11月23日にアメリカが衆国オハイオシューローレインで父ジェームズ・クライズデール・キングと母エリザベス・ケーム・キングの間に生まれた。父はアイルランド系移民でエリーコのスイフと橋梁工事員を経て鉄道修理工場員、母方の祖父は 英国プリマスの船大工から渡米して、石油生成会社に勤務していた。高校に入るのが精一杯の家庭であったため、1897年にアナポリス、アメリカ海軍兵学校へ入校。在学中に起きた、米西戦争に志願して、巡洋艦、サンフランシスコに乗り組んだ。1901年に卒業。卒業席時は67人中4番。 小位候補生となると、戦艦、イリノイの組みとなるがほどなく、副長と衝突し、アジア艦隊所属の巡洋艦、シンシナティに転属となる。シンシナティが裏側に入港した折、キングは鎌倉大仏見物のために鎌倉に向かった。しかし見物の最中でスリに遭い、財布を盗まれた。鎌倉駅に到着してキングはスリに遭ったことに気づいた。 キングは駅員に事情と身分を話し、後払いで横須賀行きの切符を購入しようとしたが、駅員はあくまで現金払いを要求した。この時の様子をキングは、彼はひどく疑わしそうだった。あるいは外国人は嘘つきだという信仰の持ち主だったのかもしれない。とにかく、現金がなければ切符は売れない、と繰り返し、結局本館はオーバーを脱ぎ。 それを抵当にして横須賀までの三等切符をもらったと語っている。一週間後に現金を渡してオーバーを引き取ったがひどく不愉快だったので料金だけを払いチップは一銭とも出さなかった。この出来事と日露戦争の勝利の影響で白人に対して傲慢な態度を取る日本人に悪印象を抱く。二年半の勤務の後帰国、1903年に 正式に上位に任官した。第一次世界大戦後、大佐時代に48歳で、パイロットの資格を取り、航空畑に入って、空母歴シントン艦長となる。なお後に、SF 作家となるロバート・エイ・ハインラインは、この時期、1931年から3年間に、歴シントンで勤務していたため、後に、キングについて、多数の軍事視野からインタビューを受けている。 歴ントンでの勤務後は戦略を学ぶため海軍、大学校高級課程へ進んだが、この時、対日戦略を検討する課題が出された。キングはレポートで、敵オレンジ、日本は我々を不利な対外戦に引きずり込んで打撃を与えようとするだろう。そのためには、オレンジはフィリピン、さらにハワイを攻撃する可能性もあり、我々はオレンジとの戦いでは、 まず極めて不利な手段と方法しか与えられない戦争に巻き込まれることを良き、せねばならない。鎌倉の体験は、私に日本人の二つの特性を教えてくれた。一つは、財布を奪うのに、暴力よりは隙を狙う技術を重視するということであり、もう一つは、駅員の態度が象徴しているごとく、相手の不利に容赦しないということだ。この二つの特性が軍事面に発揮されれば、 日本の戦争のやり方が、奇襲と、あらゆる方向への前進基地推進を基本にすることは、容易に想像できるはずだと自身の体験から、日本の奇襲戦略を予測している。1933年、少々に昇進して、海軍航空局長に就任。1938年、航空艦隊司令官、中将。1939年には少々に戻り、 召喚会議のメンバーとなる。平時であれば、退役を待つだけの感触であったが、チャールズ・エジソン海軍長官の合衆国艦隊艦越の随員となった際、艦艇の対空砲の対策を命じられ、通常3年かかる仕事をわずか3ヶ月で終わらせたことからカール・ビンソン会議員の目に留まる。1940年7月に、両洋艦隊法が成立し、 大西広史分艦隊が発足すると、フランクリン D ・ルーズベルト大寮の指名を受け、大西洋分艦隊司令官に就任。1941年2月に、大西洋分艦隊が、大西洋艦隊に組織会したことに伴い、大西洋艦隊司令長官に横滑りし、大将に昇進した。新珠湾攻撃が発生した際、キングは、報告を行った副官の前で、それだ 私には分かっていたと叫んだという。敗北の攻めにより太平洋艦隊司令長官兼、合衆国艦隊司令長官ハズバンド、e キ金メ大将が解任されると、1941年12月16日にフランク・ノックス海軍長官の指名を受け合衆国艦隊司令長官に任命される。1942年3月に大統領命令で、 海軍作戦部長ハロルド・アール・スターク大将が、こう哲れると、海軍作戦部長の公認となり、アメリカ海軍史上初めて大統領に直属する合衆国艦隊司令長官と、海軍長官の幕僚である海軍作戦部長のポストを兼任することになる。1944年12月17日、戦時の特例として設けられた元帥に昇進した。 ヨーロッパ第一主義に傾きがちな陸海軍、参謀長会議、四人で構成のメンバーとして、キングは対日戦での勝利に勢力を注ぎ込んだ。またフィリピン攻略を優先するマッカーサーの戦略に反対し、台湾攻略による補給戦遮断を主張したが入れられなかった。以降は陸軍の戦略と協調し、以前反対していた日本本土攻略作戦にも賛成した。 賛成の理由を聞いたチェスター・ニミッツには40年前に盗まれた財布を取り返せるかと思ってねと語った。1945年12月15日海軍作戦部長の座をニミッツに譲って海軍長官の顧問となった合衆国艦隊は同年10月に廃止。以後キングはワシントン DC で引退生活を送っていたが、1947年に 脳出血を患いベセズダ海軍病院に入院、以後寝たきりとなった。1956年6月26日に心臓発作で死去、77歳だった。ファラガット級駆逐艦の5番艦がキングの名にちなんで命名された。また、佐世保海軍施設内にあるアメリカ軍人、軍族の指定のための学校はキングの名を冠したものである公式サイト。 個人的にも日本嫌い、日本人嫌いで知られていたが、一方でイギリスにも好印象を持っておらず、特に大戦中はイギリスのアメリカ依存姿勢に批判的であった。そのため、大西洋方面の意思決定会議にキングが参加すると場が荒れたという。キングは上司からも部下からも嫌われやすい性格の持ち主だったが、海軍士官としての有能さは、 彼を嫌う人々でさえ認めざるを得ないものであった。しかし、戦争終盤に、元海軍次官で海軍 B 期のルーズベルト大統領が死去して、昇格した元陸軍隊員のトルーマン大統領は、キングを嫌っており、ホレスタル海軍長官とも不仲だった。そのためキングは、第二次世界大戦に勝利すると厄介者扱いされた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。